こんにちは。アマゾン室サポーター堀秀夫です。アマゾン室で売れる商品の価格帯。30ドル前後で売れる商品が狙い目。オーストラアマゾン、売上3000ドル突破の画面キャプチャを並べてみました。平均は30ドル前後です。3000ドル突破した時にね、画面キャプチャくださいというふうに呼びかけてるんですけど、それでね、報告してくれた画面キャプチャー、探してみて、ちょっと並べてみたらですね、3305ドル、91個、平均36.32ドル、3143、102個、平均30.82ドル、3006.3ドル、83個、平均36.22ドル、3052.57、152個、平均24.42ドルと、だいたい30ドル前後というのがね、売れる金額帯、売れるというかね、利益が取れて、売れる金額帯。あんまり安すぎると、送料とかね、アマゾンの手数料引いた後の手数料が取りにくいと、ね。このあんまり高い商品はね、逆に3倍で売れる商品とかなかなかないと。あるいはね、アマゾンじゃなくて物を見て、買うとか、専門店に行くとかいう商品になってくるということでね、やっぱりこの30ドル前後で売れる商品というのがね、一番のこう稼ぎやすいボリュームゾーンだなというのがね、改めて確認できました。商品探してはね、特にこの値段で売れるっていう風なやり方はしてないんですけど、逆に、儲かる商品ということでね、絞っていくとおよそ30ドル前後になるということでね、答えから見ると、売れる値段が30ドル前後というのがね、狙い目だから、そのぐらいの金額でね、3分の1で、売れる商品を探すというのもね、一つの探し方かなと思いましてね、今回シェアさせていただきました。また売上伸ばし方、どんな商品を扱うか、ね、疑問がありましたら、ご相談お待ちしてます。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。